愛知高速交通100系電車は愛知高速交通東部給料線の時期不常式鉄道車両である。2005年3月6日のリニモ開通と同時に営業運転を開始した。中部 HSST 開発が開発した HSST-100L 車両を元に3両編成化したもので日本初の常設営業用時期不常式鉄道用車両である。 一編成あたりの価格は約7億7700万円である。車両番号末尾01から09の3両編成9本があり、全編成が日本車両製造で落成した。そのうち01編成は先行車両として2002年11月に落成し、中部 HSST の大江実験線で試験を行った上で量産車改造を試行の上実際の営業に投入された。 当初は08編成までの8本を製造したが、2005年日本国際博覧会輸送のためにさらに09編成を増備した。この編成は愛知万博開催中のリニモの輸送力を懸念した2005年日本国際博覧会協会が所有しており、先頭車の前面左下に日本船舶振興会のロゴマークが重複されたほか、車体塗装も万博のための特別塗装だった。 しかし、この編成は、その後運用から外れ、車両基地から外部へ運び出されたので、2006年以降は01から08編成の8本で運用についている。その後、売却された09編成については、愛知高速交通が買い戻しており、2021年度までに運行できる状態にする予定である。増収策の一環として、車体広告車や、 ヘッドマークを掲示した編成となっていることもある。車体構造にはアルミニウム合金を採用した軽量なもので製造は日本車両製造が行っている。車体は白を基調とし透明感が感じ取れるブルーを象徴的に構成して路線の相性であるリンディモのロゴタイプを車体中央に配している。先頭車前面はダイヤモンドカット状の特徴的な総ガラス張りとなっており、 非常に視界の良いものとなっている。本車両は通年空調装置を使用する前提で全面的に固定窓を採用している。全消灯は左右二頭ずつで、その外側に赤色微灯が一頭ずつが配されている。行き先表示器の設置はない。全消灯には HID が採用されていたが、2017年末頃から順次 LED に交換されている。 通常は車輪を使用しないが、非常時には車輪で走行可能である。立体的な造形感と未来性を表現しつつ、軽量化を実現するために、天井素材をパンチング素材と連続した面照明としている。座席はセミクロス配置で路線の短さから乗り心地よりも軽量性を優先して製作されている。スタンションポールを積極的に活用し、釣り革は 車両中央部にのみ配している。車両番号は3桁の数字のみで表され、100位は、系列を表す。1、10位は、編成番号。1位は、編成内の順位を表し、藤川かかたから1の3の順である。ありがとうございます。